こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。本を語る、人とつながるをテーマに札幌ゼロ文化会の運営をしています。またブログ、SNS やポッドキャスト等の発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。今回紹介する本はスティーブン・ガイズさん著、田口美和さん役の小さな習慣という一冊になります。こちらダイヤモンド社から出版されています。ブログでも何度か取り上げて、紹介をしてるんですけれども、習慣化させるためにはどうしたらいいかについて書かれています。何年かを始めようといった時に振り返りたくなる一冊になっております。私は本棚の数を制限するような、本の数をですね、制限するような時が来ても手元に残しておきたいうちの一冊になっております。著者のスティーブン・ガイズさんは2004年より自己成長ストラテジーの調査と執筆を行っているというふうに、プロフィールで紹介されてました。私はスポーツクラブで働いているんですけども、そこはさまざまな方が利用されているんですけども、長く働いていく中で、見えてきたことっていうのは、どんな目標であれやっぱり長く続けることが一番成果に直結するっていうことかなと思っております。大きな枠で捉えますと、健康のために運動されている方が多いんですけれども、どういう運動をするかっていうのはもちろん大事な要素なんですけども、どんな運動であれば長く続けることで自然と成果が出てくるものだなというふうに感じております。ただ問題はその長く続けるというところがなかなかネックであり大変なところでもあります。何かを始めようと思ったタイミングっていうのはモチベーションが高い状態なんですけれども、ただこのモチベーションというのは気分だけでなく環境といったあらゆるものに影響を受けやすいというものがあります。なので習慣をモチベーションに頼るっていうのはおすすめされてないです。そこで鍵となるのが小さな習慣というところになるんですけども、習慣のステップを失敗するのがバカバカしいくらい小さな行動にするっていうのも紹介されてました。そしてそれを毎日続けるといったところになります。運動であれば腕立て伏せを毎日1回するといった具合になります。この例えば腕立て伏せを毎日1回するっていうのは本当に必要なのはわずかな意志力でしかありません。ただ脳はゆっくりとした変化を好みますので、それに対して少しずつ慣らしていくっていう形になります。もちろん頑張れる日はそれ以上やっても大丈夫なんですけども、ただ自然とですねハードルが上がらないように注意が必要になってきます。そういうふうに考えると、運動を始めようと思ったタイミングでジムに通う契約するっていうのは実はハードルが高いということになります。その決断とモチベーションの高さは大事でもありますところはあります。この本でも紹介されてたのが、そこで、例えばジムに通うところを決断して契約した方とかは、おすすめはハイブリッド型っていうのが出てまして、これはですねジムに行くか腕立て伏せ1回をするかっていうどちらかの選択をするっていうのであります。こうすることで毎日ジムに行かなくても運動というものを習慣化させていくことができる形になっていきます。モチベーションが高まっている初期の方にいかに抵抗なく習慣化をさせていくのが私の仕事にもなりますので、言い回しを考えながら、これからも伝えていけたらなというふうに思っております。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。運営している札幌ゼロ読書会は札幌市内のカフェと古本屋さんで開催をしております。開催状況につきましては概要欄のリンクからご覧ください。より多くの本好きの方とつながれるのを楽しみにしております。ではまた次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。